本番前、3秒前、2、1。はい、どうも。さあ、始まりました。キャンパス前の徳島で、キャンパラナイトを愛してます。ということで、どうも、始まりました。本日、11月4日、火曜日のキャンパスボーイの徳島でキャンパラナイトスタートです。さあ、ということでね、今日は見てくださいよ。懐かしい光景ですね。私の実家からお届けいたします。ということで、大阪府門真市に帰ってきたぞ。凱旋訪問ですよ。ねえ。てか今思うとね、もう今年忙しい割にはもう月1ペースで帰ってるということで、ねえ、もうこの光景も結構見慣れてしまいましたね。徳島行ってから、ほんまにね、年1回帰ってるか帰ってないかぐらいやったのが、今年はもう月1ペースで帰ってるということで、ねえ、まあ、そんな私の実家の自分の部屋より本日お届けします。お願いします。というわけで、キャンパス部清水です。お願いします。はい、キャンパルキャンパル。後半戦30分お届けしますが、どうしました皆さん。なんて？あ、すみません、本当に。顔が見えてなかったね。どうもどうも。改めて、キャンパスボーイ清水です。お願いします。キャンパルキャンパルということで、キャンパります。さあ、ということでね、今日はいつもの清水と何か違うということでね。恥ずかしいわ、これ。恥ずかしいな。恥ずかしすぎて咳込んでしまった。むせるんちゃうよ、もう咳込んでしまったよ。もう通り越してしまったけども、これ僕の私服です。部屋着って言うたらいいかな。みんなこんにちは。キャンパスボーイのお兄さんだよ。ほら、清水。ねえ、中川家剛さんのモノマネみたいにね、なりましたけども。ねえ、今日はいつもと違う、清水をお届けしたいなと思いますが。いや、だから、ほんま、恥ずかしいな。26歳になった男が、こんな衣装なんのも恥ずかしいですけども。まあ、恥ずかしいのが、部屋着っていうのがね。まあ、そもそもね、ちょっと言わせてください、本当に。この服の。まあ、なんで今日こんな格好してるかというと、まずね。まあ、今日は、もう夜7時ぐらいかな、8時か、実家に帰ってきたんですよ。で、その時いつもの外着着てて、で、ユニクロのスウェット持ってきてたんで、パジャマのね、スウェットで、着替えたらいいんですけども、もうね、えらい寒いんですよ、部屋の中が。で、寒いわ、寒いわ、ずっと言って、これやばいなと思って、なんか羽織るもんない、お母さんって言うて。で、まあ冬場になったら反転とかね、あるから、反転出して言うて、寝室の方にうちのお母さんが取りに行ったんですけども、なんか反転探してる時に、ちょっとこれっていう声が聞こえて、まあ僕2階のリビングおったんですけど、3階のね、寝室から、ちょっとこれって言われて、なんか言うてるなぁと思って。で、
ヒロ君持ってきたれって、まあヒロ君って普段言われてるんですけどね、はいこれって言われたのがこれね渡されたのがこの衣装なんですけども、ワンちゃんの何犬でしょうか、これはね。でこれ見た瞬間に懐かしいってなったんですけども、まあうちのお母さんがこれなんでか分からんねんけどずっとお知り合いねん、これなんでな、なんなんやろうと言ったんですが、これ僕すっかり忘れたわ、今の今まで。これね、しかもこの衣装買ったん、まあ、僕が芸歴 3,4 年目の頃なんで、ただ19歳か20歳ぐらいの時に買ったんですけども、まあ当時まだ僕ピン芸人でやってて、まあちょっとね部屋ギター言うてしまいましたが、実際ちゃうんですよこれで。僕の頭の中にある記憶も全てこれを見た瞬間にひっくり返ってしまったんですけども、昔僕ピン芸人の時に犬のコントをしたんですよ。でその時に犬のコントをした時に、僕の中では僕のほんまに1時間前ですよまでの記憶としては、まあ、ハロウィンの時にね、お伝えしましたけども、全身白タイツね、頭までこうやって、で犬耳つけて、で赤い首輪して、でまあ言ったらソフトバンクのお父さんみたいなね格好で犬のコントをやったと。僕の中でそれがあったんですよ。でも実際にその衣装でも犬のコントやってるんですけども、もっとそれよりもはるか前のピン芸人の時にもうその格好やったかなと思ったら違うわ。これ見た瞬間思い出した、僕この格好で犬のコントやったんやった、一番最初。これではそもそもこれほんまに芸歴 2,3 年目の時に犬のコントをするためにドン・キホーテ行って買った服なんですよ。ただその犬のコントあんまりウケんくて、結局1回しか多分ね披露してないんですよイベントで。ほんで1回しか着んまま押し入れに直したんですよ。そっから忘れ去られて早7年、7年は言い過ぎや、6年、でもそれが経ちましたよ。久々に見たこれで、お母さんもずっと謎だったらしいんですけども、そうそうそう、これ僕が昔犬のコントするときに買ったやつやって思い出してね、えそっからねずっと実家の押し入れの中あったんですけども、ちょっとねだからこれ見た瞬間に、まあとりあえず着てみようと思ったら、意外にも暖かいねこれ、めちゃめちゃ暖かい。ほんで意外と似合う、こんな女の子おるよね。でもねプリクラとか、あとほんまに女子中学生とか高1ぐらいまでの子がこんな格好して寝巻きにしてるよね。ちゃんと見てこれ、尻尾もあんねんで、これ尻尾もちゃんと、この角度から見たら誰がキツネやねんって言いたくなりますけども、ちゃんと前から見たらね、まんちゃんの格好でございますからね。えいや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 、懐かしいこれ。ということで、これもうこれから僕、まあ、犬のコントせん限りはこれ部屋着にしようと思いまして、これ徳島に持って帰ります。いやいやいや、恥ずかしいな、なんか照れるな。でもお気に入りですこれ今。いいですね。まあ、そんな感じで今日は、ワンちゃんの格好しながら配信をお届けします。ブー
ね、小型犬から大型犬バウまでできますからね。ヘムヘム。まあそんな感じで。じゃあ、若干すんごいリーゼントのようにも見えますけどね。あんころだみたいな。いやもしくはミュージックエイジのジョンさんみたいなね感じになりますが、そうそうそう、なぎなぎが書いてますけども、遠目で見たらリラックマみたいですねと。そうなんよ、これここをなくしたらリラックマみたいなのね。ほんでいいですね。当時はまだこれ買った当時はまだ僕リラックマ知らなかったんで、今思うと最高ですね俺。ソロガッツーさん、ごめん、見るのやめた。みーよ。みー。ねえ、すごいでしょ。ひらがな一文字で突っ込めるっていうね。黒さつきさん、大阪の実家ということで、大阪の実家です。シアトルマリナーズのペナントです。ねえ、あれももう僕が、小学生、小5ぐらいの時に、兄ちゃんからかな、もらったやつかな。ねえ、キャンパンは犬。ねえ、お鬼嫁さん、映像が綺麗と。今日はもう、ね、昨日もえげつない配信状況の悪さでございましたが、今日はですね、私の実家の高速な、超高速な Wi-Fi を使ってますので、とてもクリアーな映像でお届けしております。だわん。ここに来て語尾にワン。みゆさん。ちょっとや。よいしょ。こんばんは。かわいいですね。と、ありがとうございます。ねえ。これ一家に一台こういうのね。一台って言ったらおかしいか。一着ね。あったらええかもしれませんね、これね。エリナちゃん。キャンパンは犬可愛いですね。と、コスプレ配信ですか？と。なんだかんだでそうなってしまいましたね、本当に。もしくは、犬に今食われてる清水っていう。かろうじてまだ、かろうじてまだ、あれ、首だけ食われてない状態ですけども。鬼嫁さん、私ゴリラの部屋着持ってます。ゴリラなんや。いろいろありますよね、でもね、服ってね。スロンガーツーさん、そのままの格好で門真森口の商店街まで往復してみようかと。しようと思ったらできるよ、でも。もう変なやつらいっぱいおるから。ただ、その代わりね、寒いのだけは無理やね。行こう思ったら僕全然行ける。けども、寒いから嫌だ。それは寒いっていうのは面白い、面白くないの寒いじゃなくて、ただただ気温が寒いので、つらい。でもこうやって、普通にこれでコンビニ行けますからね、僕。僕、一時ね、だからね、あと、昔、よう、下駄しか履いてなかったんですよ。まあ、靴も履いてたけど、学校行くとき、ね、サッカー行くときは、靴でしたけども、普段はお父さんが履いてる下駄をよう履いてたんですよ、僕。で、ね、ゲゲゲの鬼太郎とかも見てたから、カランコロン、カランカランコロンみたいな、音をしたくて、よく下駄履いて、お父さんのお使いで、ね、タバコ屋さんに寄ってみたりとか、いろいろね、下駄姿の少年がいてるっていうので、近所の中では、ちょっと有名になったね。あの子年がら年中下駄でよう来るねみたいな。 寒ないんってよく冬も言われましたけども。で、珍しいね、その年で下駄履くのってもよう言われましたね。
超好きやったんですね。あと楽なんでね、もうわざわざ靴下履くのめんどくさいですから、もうそのまま基本裸足なんでね、僕今も裸足ですけども、すぐパッと履けるから、部屋着にするのもったいないです、とたくさん着てくださいと。まだ機会があったらちょっと犬のコントもできたら書いてみます。本当にアウロさん、男優ライトがないと顔が暗くなるよと。そうなんよ、今逆光気味やからね、五光が差している。そう、一応あるんはあるんやけどね、この今勉強机、この小学生の頃から、いや小学生の頃から使ってるね、勉強机あるんですけども、これ一回ね、重たいんですけども、一回手前に引っ張って奥にあるコンセントに電気用のあれをつけたらこれつくんですよ。私もまた、あ、ごめんなさい、ゴジラって書いてあったよね。ゴジラ、ゴリラじゃなくてゴジラね。すいません、もうゴから始まってラで終わったんで、もうゴリラなんかなと思った。珍しいな、こうするのかなと思った。まあでも僕よく足でこうやりますけどね、こうやって。アルさん、ボソボソリラックマで思い出したと。あ、そう、文蔵にね、リラックマが来るっていう、そうそうそう、セカストが告知しましたね、BFM で。サラピーさん、キャンパンは清水さん部屋着かわいすぎと、似合いすぎます、ありがとう。今日のワンコ、清水。てかベロすごいことなってんだこれ。トイレ行くときめんどくさそうやねと。そう、でもまあ男性やからね、まだ前にボタンがあるんで、あの男性はやりやすいと思うわ。ただ女性はね、完全に脱皮せんとあかんよね。完全に犬に食べられそうなっていうのをなんとか、うわーみたいな、穴込んだから脱出みたいな。いや、いやー、いいですね。今度なんかもしテレビでね、僕の家来るときにこれで、はーいみたいな、カメラ持ってピンポーン、なんか突撃訪問された時にこれではーいって出たら面白そうですよね。そのガツオさん、はい、問題です。ゴジラという名前の由来は何でしょう。ゴジラという、なんか聞いたことあるような気もするんですが、ゴジラ名前の由来、キャラクターデザインをした人がラジゴって名前やったとか、それは反対にしてゴジラにしたよね。うわー、難しいなー。ヒントください、ヒントください。モネモさん、トイレ行くの確かに寒そうだねと。そう、全部脱皮スパーってせんとダメやからね。いやー、まあ早っ、もうでも20分喋ってんの今。まあなんですかね、今日はまあ実家に、大阪に帰ってきたわけでございまして、もう今年はね、忙しい割に月1回ペースで帰ってるんですけども、まあ今回は仕事でも何でもなく、まあ先月はちょうど NGK のオールナイトイベントがあったので、それでねゆっくり帰ってきてましたけども、もう今日はね、そんなんでも何でもないんですよ。ただただね、冬物の布団を取りに
変えるためだけに、しかも自分の車で帰ってきました。まあいつもバスとかでね帰るんですよ、安いから。でもそうなるとね、荷物を、大量の荷物をねやっぱバスには持ち込めないし、うん、そういうこともあって、で前回も夏手前の時かな、冬物の布団などを実家に持って帰って、もう押し入れパンパンやから今持って帰って、夏物のやつを特殊なの持って行ったんですけども、まあ今回その反対ですよ。夏物のやつをまず実家に、言うてももうね、なんか持ってきたの結構あ量あったような気がしたのに、持って帰ったんね、ほんまにね布切れ1枚程度なんですよ。俺これのために帰んのってぐらい、どうせだとなんかもっと持って帰るもんないかなと思って、まあ昨日の夜からね片付けと掃除をしながら、もう片付けがてらにこう持って帰るものを探すがてらに掃除もしながらやったんですよ。意外とないもんで、うん、結局布切れ1枚だけ持って帰ってきたんですけども、でも冬物のあの布団などはごっつやるんで、それをもう車に掘り込んで持っていきますけども、徳島の方にね。えもう昨日も夜寒かったね、もうで全然寝れんくて、でまあ掃除もし始めたりとか、なんか明日持っていかなあかんものなんやろうといろいろと考えながらこう掃除とかもねやりだしたらもう止まらんようになってくるよ。でまあその間ちょっとずっと録画してた NMB の番組をずっと見ながらやってたら、もう気がついた朝の7時ですよ。ってなって、はいやってか念頭気持ち悪いと思って、でそれに寝れんかった理由が、喉ね今だいぶ治ってきましたけど、もう昨日カスカスだったんですよ。もうカスカスどころかやったんですよ、ほんまにもう無ですよ。で福田レコードのね奥様からこの栄養ドリンクめっちゃ効くから飲みって言われて、で昨日配信終わってからもう一切黙り込んで喉休めるためにも、で夜中ね、まあ、掃除もしながらちょっとそれ飲んでたんですよ、喉をね癒すために、元気になるために。ほんじゃ飲んでしまったらすんごい元気になってもうて、夜中逆に寝られへんようになってもうたよ。ほんでなんだかんだで気がついたらもう朝7時で、わこれ寝とかなあかんと、で自分で運転して帰らなあかんのにあかんわこれだと、途中で眠くなってもあかんし寝とこう思ってこう気持ち悪いなあ、でずっとねもうこの年になって起きてるのが辛いから、もうわなんかちょっと気持ち悪いと思って、でもなんとか眠りはつけたんやけども、やっぱいつものように悪夢に襲われて、で気がついたらもう9時半の目覚ましが鳴って、はって一回起きて、でもあかんわ辛い辛いと思いながらちょっとだけねもう一回1時間程度寝て、あかんあかん、僕の中でお昼にはもう12時には徳島出て、まあ午後にはここ着こうと思ったんですけども、ただなんですか、寝る前に力尽きたんですよ。もう掃除やったんですけど、まだ片付け途中やったんですけども、あこれやってから寝たいのにあかんあかん、もうダメガク、起きたらあーあれもせなあかん、これもせなあかん、あーあれも残ってる、あーあれもみたいな、で結局なんだかんだで家を出たのが3時、予定よりかだいぶ遅れてしまいまして、ほんでまあ何も食べてなかったんで、富士グランのカプリチョーザでまあちょっと遅めのランチ食べて、まあ朝食も食べてないから超遅めのブレイクファーストかもしれませんが食べて、ガソリン入れて、でカーナビつけてレッツゴー、それがもう夕方の4時やそっからですよ、まあ大体2時間半ですよ、早くても大阪に帰ってくるのは。で
まあ、ブン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 帰ったんですけども、まあ、とりあえず、1時間半ぐらいかな。で、淡路のサービスエリアに、ね、ハイウェイオアシスにやってきまして、ちょうどその時はね、5時半ぐらいやって、もう夕焼けが綺麗かったよ。室津パーキングエリアからのね、景色がまたね、海と、ね、ちょっと山もあって、で、太陽、夕日が沈むと、これめっちゃロケーションでしてね、写真撮りたかったんですけども、ちょうどね、撮れず、ショックでショックで、で、サービスエリアでもちょっと休憩ね、ちょっと小休憩してから、そしたらちょうど夜景も、もう沈んでって、次はほんじゃ、だんだんこう、薄暗くなってね、で、明石海峡も、電灯がついて、で、そっから見える神戸の街並みもこう、電気がついてるわけですよ。で、淡路サービスエリアのね、あれは下り線なのかな、でっかい観覧車もね、ライトアップされて、めちゃめちゃ綺麗な夕焼け。夜景見て心が癒えたんで、レッツゴーで次ね、大阪に向かって次後半戦キャンパって運転したんですけども、やはり後半戦からが疲れるわ。で、やっぱ予期はしてたんですけども、言うても渋滞の時間帯ですよ、夕方ですから、帰宅ラッシュですから。ほんで案の定ね、あれどの辺って言ったらいいんでしょうかね、三宮から結構長いこと続きましたね。えらい渋滞でございまして。もう何ですか。でも渋滞とはいえども、完全に車が停止するほどまでではないんですよ。ほんまにちょっとノロノロノロと10キロも出てへんぐらい、ノロノロノロと前に進むぐらいのね、スピードで。でもその時になって、もう、まあ、僕光に目が弱いというか、まあ、ドライアイもあるからねんけども、目がすぐ疲れるんですよ、暗いところで明るい光があったら。ほんでこれ昔からそうなんですけども、いつもね、だから運転してたら、まあ外暗くなると、で前のテールランプ赤がもう目に刺激されて、めっちゃ目が乾くんですよ。で目もガサガサなって、やばいやばいと、そのもう大体わかるんですよね、ドライアイでなってきて、しょぼしょぼしだしたら眠たくなるんですよ。もうあくびも止まらんし、こう目、どんだけこう、やってももう涙も出えへんし、せめて目を潤したいから、潤したら元気になるんですよ。で、涙も、でも出えないと。涙で目を潤したいけどね、どうしようと。で、目薬、横に出してんねんけど、こういう時のこと分かってるから、絶対いつもなるから、目薬横に用意してんねんけど、なんせ、止まらへんねん。その渋滞に巻き込まれてる時に、目薬ね、刺したらもうすぐパチーンってなるんですよ。で、オッケーってなるのに、止まらんから。目薬全然入れんくて、で、止まって上向いて目薬入れないのに、止まらんし。で、車もいっぱいあるからね、こんなんしてる間に事故ってもあかんし、うわ、どうしようと。でもこのままでは寝てしまいそうで、限界までね、我慢してたんですけど、赤もう無理やと、どうしようと、ちょっと上向いてみようかなと思ったんやけど、とりあえずカーブがない直線のところの時にやろう思ったけど、やっぱ無理やと。で、その時ももうね、もう目薬が少なくなってて、落ちたの出てこんかったよ。あ、ここ行ける、よいしょ、パッてやったのに、あ、出てこへん、あかんって言って。ほんでもう、またタイミングの返しもうて、やばいやばい、これはもうあかん、フラ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 なってもうて、どうしようどうしようと、でも濡らしたいと。でも、無理は承知で、ちょっとこれやってみようかな思って、もう上向かずに、もう真正面、真ん前みたいな状態で、まぶたのところに、で、まぶたのところに目薬垂らして、そのまま目に入れるっていう、滝、いた滝ですよ、もう。流れ式です。流れ式目薬です、本当に。
それでなんとか、もう、ダバダバって落ちたけど、もう何滴か、ダバダバ落ちたけど、なんとかかろうじて、流れて、目の中入って、やっとそれシャキーンって目が覚めたからよかったんですけども、危なかったわ、ほんまにあのまま無理やったでも、もう、一か八かでこうやって、このままやってみたから、なんとか入ったんでよかったんですけども、あまたほんまにフラフラでございましたが、で、まあなんとか8時実家に、帰ってくることができまして、でゆっくりして今に至るわけでございます。まあ次徳島で仕事っていうたら金曜日の FM 徳島フライデーオンラインまで、お休みなので、まあそれまでね、金曜日のお昼ぐらいまでは大阪おろうかなと。まあ1時か2時までには、徳島に帰れるように、まあ、帰ろうかなと思ってるんですけども、まあいかあれですよ、最近も大阪帰ってくるたびに台風がね近づいてるんですよ。で、今回も台風20号ですよ。もうあれどうなったのかな？昨日の段階ではね、もしかしたらこの6日か7日ぐらいに、で、木曜の夜か7日の朝ぐらいに、台風がギリギリ暴風域、暴風域ちゃうか、強風の方かな、でも、円の中に入るみたいなルートやって。どうなんだろうね。まあ、それ次第では帰るタイミングも早めるかもしれませんが。まあ、そんな感じで、まあ、ゆっくりと、まあ明日、明後日もね、おばあちゃん家に入り浸って、ゆっくりしたいなと思います。はい。まあ、こんな感じで、現在に至ります。ちょっと、水分補給。で、今回もね、最近というか、まあ今年は、いろいろ実家に帰るたびにね、徳島県の土産を買って帰ろうと思って、まあおばあちゃんにもね、まあ両親にも、あと、まあご先祖様にもね、食べさせてあげたいと思って、今もう帰るたびにいろいろ買ってるんですが、今回はこれを買ってみました。こちら、見えるかな？よいしょ。はい、こちら。わかるかな？こちら、ナルト金時、プチモンブランケーキ。こちらはですね、買ってきまして、ちょっと味見してみましょう。ねえ、ナルト金時。青。ちょっと、大事なワンちゃんの服に、ちょっとベタッと、待て、おで、おかわり、待て、こんな感じです。待て。よし。金時の味がしますね。上のこのモンブランの部分がこれ、その、お芋さんのあんですね。で、生地はふわふわで、なんかちょっとカスタードが入ってるんですかね、これね。はい。まあ結構甘ったるいのかなと思ったら、そんなこともなく。
あの、この生地もスポンジもしっとりしてて優しい柔らかさで美味しいです。うん、うん、やっぱナルト金時のお芋さんの味がやっぱりしっかりしてるな。口の中広がります。うん、おいしゅうございました。おかわり。はい、ということで、まあ、その感じで、お届けしてきましたキャンパスバラ徳島でキャンパラナイト。じゃあ最後ちょっとコメント読んで終わりたいと思いますが、にゃむちゃんがツイッターの方にコメントくれてますね。部屋着みたいけど今からお風呂入るので後で見ますと。わー、今後で見ますか。お風呂見たいけど後で見ます。捕まるわ、それは逆に捕まるな俺が。そのノリで言い返したら部屋着みたいのノリで後で見ます。どうやってやねんっていうね。先に配信するんで後で見ます。ほう、ただ鬼嫁さんが先に正解言うてもうだ。ソンガツーさんがヒント出してくれたのに先に鬼嫁さんが答えてしまった。そりゃソンガツーさんもガーンってなるわ。遊ばしてよ、もっと遊ばしてよ、ボケさしてよ。二つの動物の名前から遊ばしてよ。今からでも遅くない？なんやろな、ゴジラか、なんやろな。二つの動物からミャンマーとラマ。ミャンマーってなんや、国？サンピー、それでイベント行ったらちびっこに大人気ですねと。そうやな、これええかもしれんね。清水犬、最近ね、あの妖怪ウォッチでもイケメン犬とかね、あれ何やったっけ、ブサイク犬、何やったっけ、あれおじさん犬なんかいますけども、シミ犬ですよ、シミ犬、シミ犬。ゴリラとクジラの造語で、造語でゴジラ。そうなんですね。ゴリラとクジラ。はあ。なんか言われてみたら、でもゴリラの要素はなんとなくわかりますけども、クジラなんやね。まあでも、あれを合体させた名前だけそれであって、別に見た目はそんな感じではないんか。見た目はそこから撮ってるわけではないんか。すごいね、そこから撮りましたね、本当にゴジラ。モスラはモスラ、モスラは何？
モスラ気になるな、ドカトってな。このね、方式では、まあ、ゴジラ、ゴはゴリラのゴやしね。で、ジラは、ね、クジラのジラでゴジラ。で、ラはね、まあ、両方とも入ってるし。モスラ。ラモスとモスバーガー合体しちゃうな。それはちゃうな。モスラ。難しい、分からへんな。おにまさん、そのお土産おいしそうと、最近徳島土産は大野のりと決めています。大野のりもおいしいですからね。黒さつけさん、台風20号から伸びる、寒冷前線がの動きがどうなってんの。昨日な、スイーツ男子幸せそうですねと。もう甘党でございます。目がないです、そんなに。キャンパンはきみこちゃん、しんさん、キャワイイですねと。キャワイイねーなってますね。センキューです。すごいチャラいノリになりましたけども、そんな若者がようこういうの着てますからね、今ね。ずっとプリクラでようこうやってる姿見たことあるわ。これはせへんか、若者が。これは芸人ぐらいか、わーってやるの。サラピーさん、犬の鳴き声うまいですねと。僕、人のね、声真似はできないんですけどもね、あの動物の鳴き声はできるんですよ。今喉潰れてるんであれですけども、チーズとかね、今できへんな。これ出へんな。ヘム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 。僕は多分生まれて初めてやったモノマネがヘムヘムですからね、インタマランタロウの。だから僕はあの幼稚園の時にそれをやったんですけども、その日以来僕のあだ名がヘムヘムでしたね。ヘム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 、人気でした。でも僕のな、今思うたら幼稚園の時友達とどんな会話してたろうな。ヘムヘムしか言ってなかったような気がするんだよ、今思うと。モツァの名前は英語でガを意味するモスに由来してると。あ、なるほど、これは意外とシンプルに見た目通りのやつやねんね。眉を作る性質は蚕蛾を成虫の外見は山眉蛾がモデルになっているらしいと。山眉蛾が、山眉蛾、蚕蛾、蛾で2種類の蛾が合体してるんですね。そのモスにゴジラからインスパイアされてラーがついたんですね。それでモスラ。なるほど、すっきりしました。ということでそろそろ終わりましょう。はい、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。また明日も夜10時からお届けしますので皆さんお楽しみください。さあ、ではでは、今日はタイムラグがないので、そのまま終わりますよ。皆さんよろしいですか。明日も見てくださいね。明日もキャンパラナイトは、わっ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 、オーストラリア。消すよ。消す。